こんにちは、気象予報士の小野寺那智です。梅雨の時期、雨が続いて体調が優れないという方、なんとなく体がだるいなという方いませんか？気圧や気温、湿度の変化が影響し、頭痛やめまいなどの体の不調の変化が出ることを気象病と呼ばれます。気象病には自律神経の働きが大きく関わっています。気温や気圧などが変化すると、体のバランスを整えるために自律神経が働きます。そのため、自律神経がうまく働いていないと、天気の変化に体がついていかず、体の不調が出てしまうんです。気象病を和らげるためには、日々の習慣を見直すことが大切です。というわけで、今回は自律神経が乱れやすい習慣7つをご紹介いたします。あなたはいくつ当てはまりますか？その1、座りっぱなしが多く運動不足。その2、昼夜逆転の生活。やばいやばい、こんな時間だ、もう寝なきゃ。その3、おやつを毎日食べ過ぎている。その4、自己流の筋トレをしている。その5、スマホ、パソコンを長時間見ている。やっば、もうこんな時間経ってる、やばいやばいやばい。その6、ストレスに弱い、ストレスにさらされている。小野寺くん、これやっておいて。あ、はい、わかりました。小野寺くん、これもお願いできる？あ、はい、わかりました。その7、完璧主義で頑張りすぎる。ここもちょっときれいにした方がいいかな。でもな、ちょっとまだ見にくいから。皆さん、いくつ当てはまりましたか？たくさん当てはまったという方も、今日から少しずつ自律神経を整える習慣を取り入れていきましょう。日常生活に取り入れてほしい習慣を紹介します。まず、朝起きたら朝日を浴びて生活リズムを整えましょう。天気が悪い梅雨の日でも、カーテンを開けたり電気をつけたりして体内時計をリセットしましょう。日中はデスクワークで座りっぱなしという方も、1時間に1回は歩くようにしましょう。軽くストレッチするのもいいですね。おやつに甘いものやスナック菓子を食べてしまう方は要注意。糖質型の生活が続くと、自律神経も乱れやすくなってしまいます。ドライフルーツやナッツなど、体に優しいおやつがおすすめです。1日の終わりには軽いストレッチをして、その日の疲れをためないようにしましょう。気象病に効く耳つぼマッサージはこちらで紹介しているので、ぜひお試しください。日中は目から入ってくる刺激が多いので、夜は目を休めましょう。お風呂でアロマオイルを使ってみたり、リラックスする音楽を聴いてみたり、他の五感を刺激してあげるといいですね。最後に、日頃のストレスとうまく付き合っていくことも重要です。ストレスを溜め込んでしまいがちな人は、自分を追い込むような考え方をしていませんか？人と比較しない、責任を背負い込まない、他人に多くを求めすぎないなど、少しずつ考え方を変えていきましょう。そして、自律神経を整える習慣も、完璧を求めすぎず、自分ができるところから始めていきましょう。生活習慣の見直しと、天気の変化を事前にチェックしておくと安心です。事前に天気の変化が分かっていれば、前もって薬を準備しておくことができたり、体をいたわって過ごすことができます。天気 JP の気象予報士のポイント解説では、気圧予報に関する情報も確認することができます。天気による体調の変化に不安のある方は、ぜひチェックしてみてください。それでは皆さん、体調には気をつけて、次回の動画でまたお会いしましょう。さようなら。